あの以前にそしゃげであのちょっと怖い話聞いてみてるっていうのを言ってたじゃないですかはいはいそれで話はまとまってないんですけどこれ以上聞くの無理だなと思って話しに来ましたはいそれがあのその人っていうのが建築関係の仕事をしてるんですよであのとある集合住宅に はい、あの改修工事で行ったらしいんですよね。はい、で、その人曰くなんですけど、うん、そこの集合住宅っていうのが、はいあの、飛び降り自殺が多いところらしいんですよ。はい、で、そこで、まあ、どうせう、まあ、そういう噂だけだろうみたいな感じで行ったらしいんですよね。はい、で まずあのー、外壁の工事に入ったらしいんですけど、はい、まあそうなると当然足場があるんですよ。はい、で、その外壁の工事に取り掛かって、その作業してる最中ですね。はい、とある部屋に差し掛かったらしいんです。はい、で、その部屋っていうのが明らかに空室なんですよ。おおで、部屋の中は見えない状態なんですよね。これがどういう状態かっていうと、はい 窓に、あのー、日光が当たってると畳が焼けてしまうので、うん、昔あった黒いゴミ袋あるじゃないですか。はいはい、ああいうような膜をつけてるらしいんですよ。日焼け防止のために。うん、で、中が完全に見えない状態らしいんですよね。はい、で、そこでちょうど作業してるときに、なんかドアがガチャンって開く音がしたらしいんですよ。うんうん でただそういった状況って言ってもやっぱり内見するときってそういうビニール取るらしいので、うん、誰かが入ってくるっていうことはまずないらしいんですよね、うん、なのにガチャンっていう音がしてうんと思ったらしいんですけど、はい、まあ集合住宅なので他の部屋のドアが開いたのかなとかその時は思ってたらしいんですよはい、はい、そうしたらその黒い膜がふわっと 動いいたらしいんですよね、うん、でその時まだ「ん?」って思ってたぐらいだったらしいんですけど、うん、今度それが人が動くようにこうその揺れがふーって動いていくらしいんですよ。うん、で「え?」って思ってるとあれなんかすごい書いてんだろうんか「え?」って思ってると こうまたふわ,ふわふわふわって動くらしいんですよ。はい、でこれは誰かいる動きだぞ間違いないぞって思ってて、うん、見てると今度はそこの膜が人が顔を押し付けるような形で窓にべたっとくっついたらしいんですよ。<laughs> う,うわーっと思ってとりあえずそこ早く作業を終わらせてもうすぐ。 隣の部屋の作業に移ったんだよねって言ってたのと、うん、あともう一つそこで見たものっていうのがあったらしくて、うん、あのその足場っていうのが他の人が入ってこれないように下からは入ってこれないような足場にしてたらしいんです。はいはい、でどこから入るかっていうと、うん、屋上からこう下に下がっていく形で入るんですよ。うんうんうん で、当然そうなると、下入れないようにしてるから、屋上のドアも閉めるんですよね、鍵を。はいはい、で、屋上でみんな、その作業員全員上がってきて、うん、で、ドアを3人で指差し確認で、鍵よしっていうのをやってたらしいんですよ。はい、で、作業員も複数人いるので、まあ、目も複数あるじゃないですか。はいはい、で、その状態で、降りてった時に、こう、 屋上のこの床のへリっていうんですかね、うん、それが自分の目線ぐらいまで来た時に人の足が見えたそうなんですよ<う>でその人うんって思ったらしいんですよねで、はい、そっちの方パッと見たんですって、はい、そうすると女の人が立ってるらしいんですよへリにへリに <laughs> <う>裸足で、はい <laughs> <laughs> <う>ただそ、さっき言った通り、人が入ってくるわけないんですよ。はあ、その屋上に行ってる時点で、複数人で屋上を見てるはずなんですよ。はい、でなおかつ、鍵も指差し確認で閉めてるのを確認してるんですよ。そうなると、管理人さんとかならともかく、うん、そんな裸足の女の人、入ってくるわけがないんですよ。<laughs> でもうその人はもうこれはあ見ちゃいけないやつ見たんだなと思って、うん、もうそのままスルーして作業に入ったそうです。スルー <laughs> スルーしたそうです。うん、<laughs> <laughs> いや下手に騒いでも、うん、作業員たちがこう動揺するだけだから、うん、これは言わない方がいいだと思って言わなかったらしいんですけど。うんうん、っていうのを見たとある集合住宅らしいです。 んま、特にその後にその女性がどうこうとかっていうことはないわけですよね。はいということはやっぱりそういうことだったのかって後でまた再認識するというかはいまあ、その場にそぐわないありえない人物なのでもう完全にスルーだったと思うんですけどね、はあ、そもそもその建物ってその改修っていうかそれやる前から何かあったりっていうのとかはその まあ作業員の人たちは分かんないかもしれないですけど、なんか噂とかあったんですかねあるんじゃないですかね、やっぱりそういう飛び降り自殺が多数あるっていう噂自体がもうかなり広まってるところらしいので、うんまあでもまあ飛び降りはね、噂レベルじゃなくなっちゃいますからね、はいもう事実になりますしね。で、その人の地元らしいので、うん、まあそういう噂も聞いててっていうことだとは思うんですよね。ははい、はい でちょっとあの厳密な場所とかは聞いてないんですけど、うんうん、もしかするとかなたさん思いつくかもしれないので、うん、その地方の名前をチャットで送ります。何か <な>ここマジかよマジかよー <laughs> らしいんですよね。<laughs> へえ<ー>どこだろうか。ここはあのーまあ、チャット内なんで、うん、あんまりこの話ばっかりできなかったんですよ他の人もいるので。ああなるほどはいはいはい。はい だからもうここまでしか聞き出すことはできなかったんですけどもしかしたらこうピンとくるところがあるのかなと思って,あ思ってまあピンと<笑><笑>いやそうね何回しか知ってるんですよねああ じゃあ、ここ。いや、でも、らいで改修工事入ってるところじゃないですかね。いや、全部、それ分かんないです。だって、分かんないし。広いし。そんな複数あるんですかそういう噂あるところ。ありますね。いくつか。ああ。だって、ちょっとご限定されたところでもいくつかあるから。 あうん、広げると、分かんないです。<ー>うんそこが、なんかその人はそこらをだを大体中心にやってるらしいんですよ。うん、まあ当然、いろんな広い範囲ではやってはいるんですけどあもうそのか。まあ、言うたら建設業者の方ですよね、改修とか足場作ったりだとかっていうところですよね、たぶんね。はいうん なんですけどちょこちょこなんかいろいろそういう現場で見たりするのはあるらしいですねはあいやなんかちょっとこうあれですねなんかちょっとおおとかってうん影とだからその影もひょっとしたらそのまあ女性だったんじゃないのかなとかいや影というかもうはっきり見えたそうですよ人 足人っていうの,ああのいやいやその、えー、部屋に入ってそのビニール的なような<あ>窓にバーンってっていうようなあれそれは何かこう風の動きと、うん、そのビニールがあるがゆえに顔の形がニュッと出てきたっていううん、まあ、それも、まあ、ビニールだったのかなっていう感じですか、はい、うん最初はその 単なる風だと思ってたらしいんですけど、黒いビニールだから、うん、その動いてるのもあくまでビニールの動きでしか見えないし、うん、っていうのが余計気持ち悪かったみたいですね。うん、あまりにこう本当に人が動いている形をしているのでうんうん、うん。本当にビニールだったの <laughs> そのビニールは間違いなくビニールです。他の部屋にも貼ってあるものだとは言ってたので。わ <laughs> かんないよ。というふうに見えた何かなのかもしれないし。 ででもまあビニールでしょうけどね、はい、ただ、その <laughs> そういう噂があるかどうかなのかわからないけどっていう前提で言われたんですけど結構、空室は多いんだよねとは言われました、ね、<laughs> まあ空室多いところもあるでしょうしそういったようなものがあったりすると一回先入観ポンって入れちゃうとまあ一番最初にその説明を受けたとかなんか噂があるらしいよとかってこう、はいね、話とかあったりするじゃないですか。 はい、あそこなんか噂があるマンションなんだよねとかアパートなんだよねみたいなことを言われて「あそうなんや」とかって「まあ、そんなところ結構あるもんね」とか「ふふん」とかって思ってたら1人で作業して他の人たちが全員いない時とかにふと何かがふわってこう耳目の端あたりでとか動いてる人と「いやただ気になったのが、うん、その人しかそういうの見てないのかなその現場でっていうのが気になったんですよね。 まあそうですよ、ね、ただでもそうなった場合にいやあのそ今日さってなんか作業が終わった後とか、はい、その回収が全部終わった後とかにいやお前なんか変なもん未来やったとかって話し,しそうですけどねはいただソフトが社長をやってるらしいので立場上そういう作業員に動揺を走らせるようなことは言えないのかなっていうのも思ってたんですああなるほどね、はい、はい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  こんな話をしているさなか来場者が444人というねいい数字になりましたねいい数字になったところでですねいやいやありがとうございますいえいえとんでもないですでは失礼いたしますまたなんか時間がありましたらお願いしますはいわかりましたはいはい失礼しますどうも僕がですね中学3年生の頃だった 話です、はい、まあの当時、友人らとです、ねうん、一晩中外を練り歩くのにハマってたんですよ、はいまあの。深夜の公演でブランコこぎながら、俺、うん、将来ピックな男になるみたいなガキっぽい話をするのがもう <laughs> すごい楽しくって、はっきりと覚えているんですけれども、うん、まあの10月の末、深夜1時過ぎ、うんはい、とてもあの寒い日だったこと。 覚えています。はい、その日はですね、あの地元にある大きな自然公園に足を運んだんですよ。はい、まあの自然公園とっ,っても多分想像つかないと思うので、ちょっとした説明をさせていただくんですけれども、はい、山のくぼみにある大きな池を中心としていて、巨大な池ですね。うん、まあ脇に階段。その階段を登ると、まあ、山中とつながっている。うん、そういった形になっているんです。うんうん、当然、あのー、 街灯は一本もなくて、あの、公園と続く道にも街灯は存在せず、明かりが、あの、一切ない道をですね、1キロほど、1キロほど歩くと、その公園に到着するんです。うん、はい。いや、あの、僕らはですね、まあ、あの、馬鹿話をしながら、公園へと足を進ませ、着いた瞬間のことでした。うん。キャーという、女性の甲高い叫び声が聞こえたんです。 その時、あの、友人は3人いたんですけれども、全員はっきりと聞いたことを確認してます。はい、11月、もちろんその自然公園というのはですね、夜9時くらいに施錠、まあ、されてしまって、車では入ることができません。はい、もうそんな中で、女性の声が。<laughs> うん、これは一体何だと、まあの、何か、まあ、 女性に嫌なことが <laughs> 起こっているんじゃないかとですね。中学生で生きがっていた僕らは、うんあの、人数もいたし、救出しに行こうと、あのうん、せめて様子だけでも見に行こうという話になったんです。うん、はいはい。それがですね、間違いでした。悲鳴、うん、はですね、山の方へから聞こえてきたんです。うん、全員であの、巨大な池の脇にある階段を上り、 山中へと向かいました、はいあの。その時、本当に不思議なことなんですけれども、僕は頭がとてもぼんやりしていて、うん、本当にぼんやりとしていて、友達も僕も一言も喋らなかったんです、はいあの。悲鳴が聞こえた方角を確認することもなくですね、はいま、今何時か確認をすることもなく、ただもうひたすらに歩いていたんです。はいであの 山の中には階段がいくつもたくさんあって、はい、また階段を登った瞬間のことでした、はいまあの。開けた場所に出たんです。はい、階段を登りきり、視界が開けた場所について、その瞬間にさっと朝日が差し込んできたんです。うん、そこがですね、墓地だったんです。<う>自然公園から歩いていくと、あの墓地に繋がっているんですね。おうおう 僕らは、あの、そこにいたんです。うん。で、あの、その瞬間に僕も意識がはっきりして、これは何だ友達と顔を見合わせ、キョロキョロと。あれ、なんでこんな場所にいるんだろうなんで僕らは、ここまで歩いてきたんだその瞬間のことです男ののぶとい声で、耳元ではっきりと、来るのって言われたんです。うん。で、あの、もう、 その瞬間に怖くなっちゃって、みんなで戻ろうと。はい、一言喋った以外、もう全員無言で山を降り、はい、このことについて全員で喋ったのは、あの、公園近くのコンビニが見えてからのことでした。はいはい、あの、友人らも先ほど言った通り、全員女性の悲鳴を聞いたのですが、うん、その来るなという声を聞いたのは僕ともう一人だけでした。はい、で、あの、その、まあ、話としてはこれで終わりなんですけれども、はいはい 公園から墓地までは距離が結構ありまして、1時間以上歩くんですよ。うんあ。その中、ぼんやりとも、本当にぼんやりと、誰もただ、誰も喋らず、らず、悲鳴が聞こえた方角だったりとか、そうい、ん、ったものについて確認せず、ふらふらと歩いていたのが、まあ、今でも不思議だなと思います。うん、以上。以上です。はあ、なんかこう、 呼ばれた感じなのに、はい、来るなって <laughs> ねえはあ何か,なか <laughs> え,えなんでってなっちゃいますよねはーい、うん、しかも距離がある中ずーっとこう行ってて<ー>えでもなんかそれも何<や>でしょうねやっぱでも導かれてる感じはするんでしょうね、はい、来るななっって言ったたのののがその悲鳴を上げた人なのか 人っていうか、はい、悲鳴を上げた何かなのか来るなって言ったのはわ、うん、かんないですよね。あのー、同じものなのか。あの公園に着いた時聞いた声っていうのは、はい、女性のものだったんですね。はいはい。であのー、山中に向かった時に聞こえた来るなって声は、はい、男性のものだったので<ー>また別なのかなーって気はしますね。ねえ。 言,わ言っている何かと、えー、でもそこで、はい、えっ、ー、いや、うんそれってい、い、まあ、山でしょ山です。でっかい山じゃないでしょ<え>、うん、そこそこ大きいですね。はい。例えば、なんかそこで、かの昔、何かこう,う、事件的なようなものが起こったとかっていう話はないのかなないですね。ないんだ。 地元でも心霊スポットっていうのはまあ僕が知ってるだけで一か所あるんですけれども、はい、その山っていうのは聞いたことがないんですよ。はあ。だからこそまああの友達と不思議だねって話は<ー> <laughs> していまして。なんか来るなっていうのがそのその聞いた感じがねなんかこうほ本当に拒否の。 忠告の来るなじゃなくてくの、はい、拒否っていう部分での来るなになんか聞こえるなっていう印象というかわ、まあ、かんないですけどねこの忠告<ー>としての来るなっていうことなのかもしれないですしうん <laughs> うんうんうんどっちなんだろうなーってただそのキャーが、はい、か非常にこうちょっとこう切羽詰まってる感じのキャーだったから正義感ぶち上げて、はい 何人かでわってこう行ったわけでしょ <laughs> はいそうですね。<laughs> ねえなんかその。鳥の鳴き声の「キャー!」とかっていうような声とかだったら多分そこら辺地元なわけでしょはい。はい、ってことは、まあ、鳥か何かぐらいは分かるじゃないですか。そうですね。ねえあこれ人じゃん、はい、ってなったから行ったんでしょ多分。はいそうです。ねえ。そのやっぱり男連中僕含めて4人いたんでその時。 全員がこれがただ事とではないというか、うん、人の声じゃね、うん、叫び声じゃね、うん、深夜、まあ、1時過ぎ、うん、その1キロほど歩いたんで、おそらく集まってから、2時くらいでしょうか。だいぶ深夜更けといいますか、人がいるにはおかしい時間帯に悲鳴が聞こえてきた。しかもまあ僕ら4人は全員それを人の声だと認識したんですよ。はいはい 怖いななんか、気持ち悪いなって、絶対、なんか怒ってるよね。男4人もいるし、絶対、今本当にその時は生きがってたというかうん、うん、怖いもの知らずだったんで、確認しようと。うん、そういう話になったんですよ。うん、だからこそもあの、その後ぼんやりと、どっちから聞こえてきたとか、その,あの悲鳴が聞こえてきたっていうのも、全員医師の、なんか、 卒を取ることなくあっちの方階段登ろうっていう本当にそこで普通だったらですよ階段に登るのかとか、うん、山の方かとか多分喋ると思うんですよ。まあそうですよねあっちかなこっちかなとかってなんか導かれるかのように4人が全員ふわーってこう、はい、<laughs> あっこだろうなーみたいなあ,あっちだあっちだ,っちだみたいな感じでこうふわーって行って最終的に来るなでしょ、はい、でもひょっとしたらその、はい、やっぱりこのキャーはその そういうふうに聞こえていて来るなはそこに来たけれどもまあもう一人がなんかこう,うこれ以上来るな。それ以上入ったらわからないってどっちかわかんないですよ。拒否なのか忠告なのかわかんないですけどやっぱり、まあ、行かかないうが良ったんでしょうね。はい、そのうち半分しか聞,う聞こえなかったっていうのもまた不思議ですよね。ねねそれもね はあ、その開けた場所っていうのがあの墓地だったんで、まだなんか、気持ち悪いな、まあ、なんかね、あのー、<laughs> お墓とかはね、昔からそんな言われたりしますけど、の深夜、牛満つ時に、男たちでなんか声が聞こえて、行った先が墓地で来るなって言われたんで、はい、なんか鉄板だね、なん,か <laughs> <ー>なんかもう、オカルトの何重層が <laughs>。 はい、ね、階段四重法的なものとか。ですかね。まあ、ね僕としてはですね、いまだに友達と集まって喋ったりとか、うん、あと、やっぱ僕自身が怖い話が、これがきっかけですごい好きになったので、しあべる,る時とか、やっぱりこの話をするんですよ。で、不思議だったな、怖いな、みたいな、うん。そうですよね。だってみんなで共有してるわけですからね、はい、それをね。 はい、うんでもなんかその中学校でそんなね<や>なんか冒険心をね振りかざし <laughs> 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 冒険魂振りかざして行った先でそんなのあったってなんかいいよね。<laughs> 楽しかったですね,ねえ、まあ、そ,そっからねその、えー、オカルトがこ オカルトチがその階段とか心霊とかっていうのがちょっと好きになるか興味が出てくるかもう怖すぎて絶対に無理っていうふうになるかこう、分かれ道ですからね <laughs> 僕はあのどっぷりとハマっていきましたね,ねい,やいいファーストコンタクトだったんじゃないですかねえやっぱりあの喋<ー>っててもネタとして結構おいしいのでありがてえなと思いつつ私ね。本当にシャレにならなくて怖かったので コンビニの光に心底、まあ、コンビニ、見えたコンビニ、救われたというか、うほっとしたというか、見えた。はい、そんな感じです。あの、人工物に、ああ、人がいるってこんな安心できるんだ。ほっとしたのを強く覚えてますね。うそこローソンでしたああ、セブンイレブンです。ああ、ローソンだったらホットステーションだったりな。<laughs> <laughs> そこまでうまくはいきませんでしたね。<laughs> <laughs> あつ、爪が甘いなー <laughs> あのそこの土地に作ったセブンイレブンに文句言ってください。そうですね。僕にはどうしようもないです。どうしようもなかったですね。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。は楽しみにしてます。ありがとうございます。お疲れ様です。ですえっと、私の実家がちょっと2階建てだったんですけど、はいはい、あのー、 数年前に、その、夜型人間だった私が、あの、夜中にゲームしてたんですね。うん、はい。そしたらですね、あのー、窓の方から、コンコンっていう風になんかノックする音が聞こえるんですよ。はい。で、 えって最初は思ったんですけど、はい、でも夜中だったから夜中だしその家,に家の近くに他の家がなかったんでなんでこんなとこから音がするんだろうって思って、うん、ちょっと最初驚いてたんですけど、はい、無視したんですね、はい、そしたらどんどんなんかコンコンっていうのが感覚が短くなってきて、はい、で最後ドンって音がしたんですよ、はい、でも怖くてマ、まあ、カーテンを開,開けられなくて、うん ででししばらく無視してたんですけどそしたら今度、うん、ピンポーンってインターホンが鳴ったんですね。<う>であの最初えっこんな時間にと思って時間見たら2時だったんですよ。うわ待ってたまた2時。それでそのなんかえなんでこんな時間にと思ったんですけど何回もインターホンが鳴っててでも、うん、親が 1>, 1階にいるからきっと親が取るだろうと思ったんですよ、その誰か来てたら。でもなかなかやまなくて、うん、でも怖いから、やっぱり下に確認に行けなくて、はい、そしたら妹があのお風呂から上がってきて、姉、うんねね、ちゃん、さっきインターホン聞こえたって言われたんですね。うん、であれって思ってえ 聞こえたのって言ったら、そう、聞こえた。シャワーしてたけど聞こえたって言われて、うん、ええ、じゃあ普通にお客さんだったのかなあんな時間にって思って、うん、じゃあちょっと親に聞いてみるけん、待ってて。って言って、うん、妹に待つように言ったんですね。うん、そしたら、あの、父さんとお母さんに聞いたら、うん、いや、インターホンなんか鳴ってないよって言われて、うん、え ってなって、妹になってないってって言ってたら、ちょうどその私が閉めたその2階の部屋の扉のところから、チリーンって音が聞こえるんですよ、うん。でえって思って、で妹に、え、なんか聞こえるって言ったら、え、なんかチリンチリン聞こえるって言われて、風鈴の音っぽかったんですね、最初、うん。でそれで、え、でも今今って12月だよね っていう話をして、うん、で、風鈴なわけがないってなったんですよ。うん、近くにそ,のそんな家もないし、みたいな、空、うん、鈴を置き忘れてるような家もないだろうみたいな。うん、で、そしたら、なんかその、そのチリンっていうのがだん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 こっちに近づいてきて、うん、で、なんかよく聞くと、あのお坊さんが持ってるような、うん、あの高発の時に鳴らすような鐘があるじゃないですか。は、うん、はい、はい あんんな感じの音だったでですよ <laughs> <う>でもどっちもその私も妹もビビりだったから確認ができなくて、はあ、でもね絶対出たらやばいやつだって言って、うん、<laughs> その日はもう何もしなかったんですけど、はあ、それからなんか結構コンコンっていうのとか、うん、そのチリンっていうのがたまに聞こえるようになったっていう話です。うん、えー、ええええ今今でもないでしょ <laughs> 今もう、えっと、ち、コンコンっていうのは、たまにあります。<laughs> コンコンあるのちり <laughs> ンはないのちりンはない、なくなりました。コンコン残ってるんでしょはい。なんか、その、そうなんですよ。なんか窓の窓のところからコンコンって聞こえるんですけど、やっぱりカーテン開けきれなくて。 <laughs> <laughs> まあ何か開けて招いたら嫌だなみたいな <laughs> 時間帯はやっぱ2時 2> 時間帯はやっぱ2時とか2時過ぎとか夜中はななんかコンコンってたまに聞こえますあねそうですで妹となんかこう妹も最初は私がなんかコンコンってしてるって思って まあまあい妹をど驚かそうと思ってるお姉ちゃんみたいなたそうですそうですでも私もその妹だろうなって最初思ってたけどやっぱり違くて <laughs> 最近も聞こえるねみたいな <laughs> なんでしょうねまあそのそれがな,なんだろう単にその建物的なようなものの物理現象であればいいんでしょうけど <laughs> そうですねなかなかね、開けるのはね、<laughs> そうなんですよ、開けてなんか顔がバンとか来たら嫌だなと思って。人でも嫌だし。<laughs> ですね、<laughs> しかも2階なんで、んまあ、人ならなおのこと嫌だな。<laughs> でも得体はねちょっと知れないその鈴がなぜ消えたのかなん、まあ、で鳴ってたのかすらもわからないわけですからね。そうですそうです。ね全ての音が何で鳴ってるのかがわからない、まあ、物理現象だったらまだいいでしょうけどちょっとこれを確認するにはなかなか時間帯もそうだし昼ならまだ。 ね、そうなんですよ、まだなんか、なんかのいたずらかなとか、いろいろできる、うん、分かるんですけど。家,家族も全員、起きてる時間とか、そうです、そうです。ね、<laughs> な,なってなってる、今なってるって言って <laughs>、もう家族全員そこに集まって、<laughs> よし、あげるよ、あげるよ、でうわー <laughs> みたいな、なんか <laughs>、できちゃできるじゃないですか。<laughs> そうですみんなで確認できるんですけど、うん、ちょっと深夜はなかなかね、ちょっと難しいでしょうけど、はい。 たいなまあいつかねちょっとご原因をちょっと探れたらいいのかもしれないですけどね、はい、<laughs> そうですねなかなかちょっと開ける勇気が <laughs> そうですねでも一つ言えるのはその鐘の音、ね、っていうかその風鈴のような音っていうのが近づいてきているっていうのはこれはちょっとそうなんですよ<え>だんだん大きく <laughs> ねそれはちょっとなかなか 深夜、その家の中っていう状況を考えると、ちょっと考えにくい出来事ですからね。それに、コンコン不思議だな、みたいな。ねコンコンが付随しているんであれば、<laughs> ちょっとね、な、う、お、ん、のこと開けにくいですよね。はぁ、いや、ちょっと、そんな話です。いつか確認したとつを期待しております。 <laughs> はい、わかりました。よろしくお願いいたします。<laughs> はい、はい。でまた何がありますか。どうもありがとうございます。いますありがとうございます。はい、いますはい、失礼します。はい。なんか先ほどの方が部屋に来るっていうのうお話をされてたので、はい。 それで思い出した話をしようかなと思うんですけれども、出たな階段データベース。いや、多分病、病気なんだと思う。んですけど <laughs> <laughs> すいません、なんか発作が今もちょっと。出ましていや,いやいやいや、その発作は、あの僕らにとってありがたい発作なので。<笑><笑>はい、ぜひ、ぜひ、ちょっと発作で死ぬぐらいの勢いで、ちょっと喋っていただけたらな、ありがたいす。<laughs> い,やいやいやいや。お願いいたします。あのー このお話をしてくれた方体験者ご本人でではないんですよ。はい、あの,この方のお友達が体験されて、まあ、そのま,たがまた劇という形になってしまうので、うん、あの少し、えー、細かいところでわからない部分があるんですが、うん、このお話ししてくださった方のご友人、まあ、仮に賢治さんとしますけれども、はい、その日その彼と遊び約束をしてたらしいんですね。もともと原付きというかバイクに憧れてたらしくてですね、えー 免許を取ったらすぐに、えー、バイクを仕入れてですねで、はい、そのバイクを見せびらかしに来たかったらしいんですよ、はい、で学校終わってからおそらくバイクを取りに行って来るんだろうなって待ってたんですけどなかなか来ないんですね、うん、でまあ免許が取れるようになってすぐ原付きの免許ですから16歳ですよね多分、はいはい、ですからお金もないので普通のバイク屋さんで買うのではなくて、まあ、近所の 知り合いのスクラップ屋さんがですね、スクラップの部品を組み上げたものをといってもそのままだと違法ですから、おそらく車検はきちんと通したんでしょうけどね、はい、まあそれを非常に安い価格で譲ってくれるっていうものだったらしいんです。はい、だから本人もどんなものバイクが組み上がるかっていうのもよく知らなかったらしくて、うんうん、楽しみで待ってたんですよね。うん、で、辺りが暗くなり始めてから、ようやっと、あ、ケンジ君来たなと思ったら、なんか落ち込んでるんですよ。うん で初めにもうバイクの自慢から始まるのかなと思ったらそうじゃなくてなんかしょぼんとしてるんで何かあったのって言ったら「いやーなんかさ違反切符切られちゃった」って言うんですよねほうほうでバイク手に入れた初,初日にもう違反かと「うん、う何やったの?」って言ったら「いや訳が分かんないんだよ」って言うんですって、うん、でその検事さんが言うにはあのーまあ、バイクを手に入れましてねそのまんま友達の このお話ししてくださった方の家に向かう予定だったんですが、うん、やっぱりちょっとひとっ走りしたいと、うんで、山裾の辺りに住んでらっしゃるので、山道をぐるっとドライブしてから、まあ、10分か15分か分かりませんけど、ぐるっと回ってから行こうと思ってたんですって、はい、でしばらく山を登っていってあ、そろそろ行かなきゃって、また下って戻ってくるところ、住宅街との境の辺りで、ですねあのちょっとちょっとって警官に呼び止められたんですって。はい で、茂みの中からね、警官が2人出てきまして、ちょっと君、2人乗りはまずいよねって言うんですよね。い,いや、あの、僕は1人なんですけど、あそんな嘘つきだってダメあ、ちょっとちょっと、彼女、もう彼女はあっち行っちゃったけど大丈夫って急に警官に言われたんですって。<い>で、2人組ですからね、1人の警官が、おーい、おーいって言いながら、やぶの中に入っていっちゃったんですね。<い>君、なんか彼女逃げていっちゃったけど大丈夫か いや、あの、僕、一人で乗ってたんですけど、うん、いや、何言ってんの君、君後ろに乗ってたじゃないいや、あの、本当に僕今、今、彼女いないですし、嘘言ったってダメなんだよ、ふ人で見てるんだから、散々こってり絞られたらしいんですよね。うん、で、違反切符を切られて、うん、違うって言っても全然聞いてくれないんですって、うんうん、で、そのまま違反切符を切られて、いや、こんなことがあってさ、って言って帰ってきたんですよ。うん、で、 まあ、そのねお話ししてくださった方も違反切符なんか見たことないですからねほ、うん本当それどんなやつなのって言って見せてもらったら、うん、なんかそこに違う名前が書いてあるんですって、はい、彼はねお話しし,してくださったのケンジさんなんですけどたかしって書いてあるんですよ<う>名字ももちろん違うんですねほ<う>何,何これってえっあれ とかって本人も言ってるんですって、うん、で違う名前が書いてあるんですね、うん、でも多分自分でサインしてるんですよ、うん、普通そんなことありえないわけですよねだって免許証と紹介するわけですから<う>免許証、うん、自分の免許証を出してるはずですから、うん、名前が違ってたら警官がそんなものを受け取るはずないと思うんですよ、うん、でもなぜか違う人の名前で書いてある違反切符を持ってるんですね、うん でこれ後日ちゃんと支払いにも行ったっていうんですよね。<laughs> <laughs> <laughs> まあそこはまあ関係ないので一応ついでですけど <laughs>、うん、だから普通になんか、うん、受け取られてるものらしいんですけれども、うん、まあでもとりあえずその時はえ「なんでこれ別人の名前お前書いてんだよ」いやこんなの書いた覚えないんだけどな」って本人も不思議そうな顔してたんですって。うん、後ろに乗ってたのってなんだよ いいやわかんないだって俺何も見てないからさ、はあ、って言うんですね。で、警官がただ単に後ろに乗ってたやつってう怒鳴ってただけなんですっ、ね、て。はあ、だから、いや、俺何にも見てないし何にもわかんないんだよって、ただ,ただなんか違反切られてさって、へーって言いながらその日は別れたんですって。はあ、で、それからしばらくこのケンジ君、学校に来ないんですね。はあうん えー、何があったんだろうなと思いながらも何日か過ぎてからですね、やっと彼が、うんえー、投稿したんでお、お前なんか違反金払ったかよとか言ってたら、いや、それどころじゃなくてさ、てまたなんか落ち込んでるんですって。うん、どうしたのって言ったら、いや、あのさ、あの後俺、高熱出しちゃってさ、寝込んでたんだよなって言うんですね。うん、で、まあ、 なんかね、ね落ち込んだりとかあったんで、そういうことかななんて思ったら、それでさ、熱にうなされてる間なんだけど、うん、なんか、窓の外のあたりから、なんか、女の声でさ、うん、ずーっと名前呼んでんだよって言うんですって。ただの俺の名前じゃないんだよな。ケンジ、ねえ、ケンジって言うんだよなって言うんですよ。うん で、その時は、まあ、ちょっと忘れてたというか、まあ、ちらっと見せてもらっただけだから、あのー、まあ、あまり思い浮かばなかったみたいなんですけど、はい、あれその名前っお前違反切符に書いてたのと同じじゃねって,言って、はい、見たら同じなんですね。はい、やっぱそれだよ。これなんかあんじゃねえのえぇって話をしてたんですって。はい、でまあ、なんだかよくわかんないけどさ、で、 バイク、これからも乗るんだろうって聞いてみたんですね。そしたら、いや、なんかさ、気持ち悪くなっちゃってさって、うん、俺、これ、ちょっともうスクラップ屋さんに返そうかと思うんだよねって言うんですって。うん、なので、まあ、一応一緒にくっついてたらしいんですね。うんうん、そ放課後、その日すぐにもうバイク屋さんに引き取ってくれ。まあ、バイク屋さんっていうかスクラップ屋さんなんですけど、引き取ってもらいに行ったんですって。で、まあ、返すことになった事情を簡単に。 話したらああ、そうか、じゃあ、ちょっと目の前でバラすわって,言って、その目の前でこう分解し始めたらしいんですけど、はい、あのバイクのカバーってありますでしょ、はい、あれを外した下ですから、ちょっと僕、バイク詳しくないので、それがどこに当たるのか分かんないんですけど、はい、あのエンジンとかガスタンクとか、その辺なんでしょうかね。ああサドルの下ですか。サドルというか、なんかその周りにこうカバーかけて。あ 多分それは外した下らしいんですけどもはい、はい、なのでちょっと場所はよく僕には分からないんですけどうん、うん、そこにプリクラが1枚貼ってあったんですって、はい、でまあ仲の良さそうな男女がね2人若い男女が写ってて、はい、その下にお互いの名前が書いてあるんですよ、はい、だデートかなんかの時に撮ったんでしょうね、はい、その男の方の名前に「タカシ」って書いてあったそうなんですね、はあ、はいそんな体験をされたそうです はあはいよくわかんないんですけどねこれだからそうもひょっとしたら前の持ち主はいっていう、はい、まあ想像ですよねそうですねまあ実際どう,どうなのかはわかんないでしょうけどわかんないですねでスクラップなんでいろんな部品を寄せ集めてるので、はあ だからどこの部品が誰のかは全く分からないんですけどただ、なんか1個これ聞いてて、まあ、もちろん本人も確認できないし仮に検事さんに聞いても確認できないんですけど、うんあのー、後ろに乗ってたそた彼女とやらが、うん、まあ警官を見て走って逃げちゃったわけじゃないですか、うん、で警官の2人のうちの1人がそれを追っかけて山の中に行っちゃったんですね。ははい、はい ということは多分その後ろに乗ってた、まあ、女のゆきっと幽霊なんでしょうけど、うん、それ走って逃げたんでしょうね。ダッシュでダッシュで。だってスーって消えてったら、けが追っかけないじゃないですか。か道をきちんと逃げたんでしょうね。あなんか破の中に逃げたらしいんで、破、はあの中に向かってダッシュで逃げた。ガサが絶対になってたんでしょうね、<て>ガサガサガサっていうようなものも。多分多分 でそのまましばらくその追いかけてた警官最後までサイン終わるまで帰ってこなかったらしいんでほほずーっと追っかけてたんでしょうね <laughs> <laughs> えー、大丈夫な警官がちょっとし心配にもなるけどそうですよねだ <laughs> からその警官にぜひ何を追かけてたんですかって聞きたいんですけど <laughs> うんまあどこの誰かも分かんないんで聞きようがないんですけどうん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 はあ あーなんかでも 2>,、はい、2人でそのバイクに乗ってまあ走ってたんだったら、はい、なんかもうその時点でね成仏してくれりゃいいかなとか思うんですけど、うん、ずっとその後もいたっていうことはこんなもおいおいって <laughs> な,んかなっちゃうんですけどねずっと走ってたかったのかな。やっうことその,<は>そのバイクというか原付きが好きだったんですかね。ですかね。 はあ、いや、やありがとうございます。あ、どうもどうもありがとうございました。はい、また何かありましたらお願いします。はい、失礼いたします。はい、えっとこれはですね、私が小学校の五年生の時に体験したえっ、ー、とまあ怪談っていうかあのちょっと怖かった話なんですが。はい。 ええと、当時、あの、よくコっクリさんとか、はい、あの、キューピッドさんとか、はいはい、こう、会った中で、はい、すごい怖い体験をしたんですね。はい、で、それが、あのー、向ヶ原の大権現様っていう、はい、まあ、コックリさんに似たような儀式なんですけれども、はいはいはい で、それを、あのー、放課後あ、まあ、あの、仲のいい友達と一緒に、こうやってもう、やりますよね。あのー、興味半分っていうか。うん、で、それで、あのー、まあ、やった後って、あのー、お家帰ると、うん、あのー、 寝るときに、その部屋の四隅から誰かに見られてるっていう感じがやっぱりしてたんです。はい。はい。で、まあ、それも、まあ、気のせいだろうと思ってたんですけれども、はい、で、あるとき、やっぱり、こう、あの、まあ、やって、で、お昼休みになったときに、ちょうど自分の教室の前に、あの、なんだっけ、 えと飛び箱とか、うん、こう入れる倉庫があったんですね。はい、はい、はい。で、そこの,あの引き戸の内側からあの、ガリガリ、ガリガリ、ガリガリっていう音がしたんです。はい、で、それ、あの周りに、まあ、20人ぐらいあのいたんですけれども、全員が聞いて、はい、で、すごい騒ぎになっちゃって、はい あの、担任の先生が、あの、出てきて、はい、あの、こう、なんだこの騒ぎはっていうので、はい、あの、まあ、こういう音がしたんですって誰かが言ったんですね。はい、で、そんなことないだろうっつって、その担任の先生が、はい、あの、ガラガラっとこう、開けたときには、何にもなかったんです。はい。はい。だけど、そのガリガリっていうのが、はい、その、 爪でひっかく音がしたん、したので、はい、いや、これはもしかしたら怒られたのかなって、その、コックリさんみたいな人に。人人っていうか、まあ、まあ、そういう、<laughs> <laughs> はい、ものに。うん。はい。で、すっごくもう怖くなって、うん、ああ、 もうその放課後、一目さんに、うん、あの、油揚げを買って、うん、そのやった仲間、あの、お友達で、うん、あの、近所のお稲荷さんに、もうしませんから許してくださいって謝りに行ったんですね。はい,はい、はい。で、それから、もう、あの、一切、もう、あの、やっていませんし、うんうん、この話をしたのも、 あのー、同級生の中でも、あのそうですけれども、うん、娘にもしてませんし、うん、もうあまりにも怖すぎて、うん、あのかなたさんに初めて告白します。うん、おお。<laughs> はい。今日はちょっと怖いかもしれない。もう自分の中でずっと封印してたんです。それはなんでしょうね。その 本当に、こっくりさんはあ。ええー。<ー>だと、だから、いろんなものが、あの、うん、こっくりさんは、うん、で、ま、その、向こうが原の大権言様とか、もうちょっと口に出すだけでも、その時の言葉、ことが蘇って、もう震えちゃうんですけど、はい。 何だったんだ、ろうなっってね思ってねただあの私だけじゃなくて、そこにいた20人ぐらいのはい、はい、あの同級生がみんな聞いて、それを駆けつけて、うんうん、担任がこう、来た、あの騒ぎを沈めに来たっていうことがあったので、うん、あのー、なんだろうね、このまあ20人ぐらいがみんなで、このこ、はい、っくりさんをやってるわけでしょ。 バラバラだと思うんですけどその場はこっくりさんやってるっていう空気だ,とだったと思うんですよ。あっちだこっちやってこっちだ何かやってっていうような感じだけどあそこでこっくりさんやってるなっていうものは多分見てたわけでしょ。場がねそうなるんでこれをやるでしょ。はい、でこれはオカルトチックな方向じゃなくて、はい、現実的なところでちょっとお話ししますけど。 これをやると、はい、あ,あそこでコックリーさんやってんなーって思って誰かが、はい、わわってなんじゃんそうすると、はい、えってなるわけですよあそこでコックリーさんやってるなーっていうようなことはね、ええ、片隅にあるわけですよ何かが起こるかの部分とかっていうのを周りも思ってるわけですよでそこでそんな何かが起こった時に<ー>みんなは一斉にそっちを見るわけですよねあ<ー>で本当はあ 動物めいたものだったり何かしらの鳴き声だったりっていうのは分かんないですよそれが増幅されてありえないものだっていうふうなものに変換されるんですよ。<laughs> あなるほどで,でギャーってなるわけですよね。普通だったら授業中だとかちょっとファーってボール遊びとか,<ー>な,んかなんかね別に全然違う談笑とかやってた時にふってその、えー、目の前とか何か別のものが通り過ぎたとしてもそんなに気にはならないあなんか通ったなぐらいなんですけどそんなことをやってるっていう状況がその場では出来上がってるんですよね。えー はあそれでで同じ音を聞いたってことですねそう,そう。ただ、はあはい、これが全くもってじゃあ現実めいたものなのかって言ったらそれは分かんないですよ。実際問題でコックリさんをやっているっていう時に何かしら起こったっていうこともやっぱり話はあったりするわけでそれが巡り巡ってどん,どん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 頭の中で変換されていく、えー、いってあれがどうなのかっていうようなものの時代が変われば変わっていきますしただ そんな時にそういったも一瞬にして情報がズコンって入ってきたものはい、はい、や,っぱやっぱ場がそういうふうになっていったんじゃないかなっていうのが一つですよねでただ<ー>で,でそこからお稲荷さんいてお揚げさん持っててっていうようなとこととか不安じゃないですか、はい、ずっと不安でしょ怖すぎるからマジ怖かったです、うん、なんでな そうな怖今でも思い出すと、うん、もう本当に震えが止まらないくらい、うん。なんですけど、まあ、そこからやっぱほらお稲荷さん行ってお荷さん持ってって「もすいません本当申し訳ないです」って言ってそこからもうちょっと気が楽になったでしょある程度はちょっと不安だったかもしれないけど時間が経つにつれてあ特に何もないなっていうことで、ええ、あやっぱり謝ってよかったなでほっとするじゃないですか。 ははいいほっとしましまたそ,、はい、それがね、一番のね清涼剤というか、まあ、それがほ方法というか。<laughs> ええまあ,あなるほどん、まあ。まあ、除,除霊とか条例とかではないですけど、こ心の持ちようっていうか。まあ、そこは結構あったりしますよね、このもの。<laughs> ものすごく不安なときに、だってその直後何もしなかった、3日間ぐらいもし時間があったとするじゃないですか。ええ、その航空さ、ええ、やった後にとんでもない、なんかそんなのがあったって、みんなしかも大パニックになったみんながっていうような <laughs>、それで先生飛んでくるみたいな、そんな状況。はい、これがあって、はい、張本人は自分たちなわけでしょそうそうそうです、はい。で、これで何もみんなで、ちょっとどうするどうする、謝りに行く、近に行くに、お稲荷神社あるからっていうようなことで、別に何も言わなくて。 どうしよう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 で悩んでたら、ええ、多分その間に起こるすべてのことが何かしら自分に向けられてる何かメッセージだったりだとか寝てたりとか、ええ、そういった何かちょっとした物音とかでも増幅されてはなりってな <laughs> <laughs> あそっかそうなっちゃうから <laughs> はいう なるほどそういうようなところからあ<ー><だ>よかった<う>今日話してだからね本当にね下手にやっちゃいけないっていうのはそこなんですよああ<ー>、うん、もう本当に「今あもうね」はい、って言いながら何か怒っても何か怒ったぞっていうようなぐらいの そ、ええ、こじゃないとやっぱこう多感な時期、中学生とか高校生、まあ小学,小学生、中学生ぐらいで大体流行るじゃないですか、こっくりさんって。はいはい、でやっぱ興味もあるし、はい、お化けってなんだよ、お化けなんて言うわけねえよとか、男子的なものが言い始めてね。ええ、おい、えー、ビビってんだよとかって女子がこう煽り、別にビビってねえしとかって、はい、プルプル手震わせながらやって動いたら、はあっていうのが男子 <laughs>、はいそそ。はい、そうです、そうです、はい。 <laughs> そんなもありながらなんか楽しかったりするって記憶が、まあ、大体多いですけど本当に怒るって分母が大きいんで、ええ、やってる子たちとかはそのはや、い、ったら確から、ねはい、全国的に増えていくでしょうはいそこの学校の中でもクラスごとにやってたりするじゃないですかあやってましたやってました、ね、はい ええ、えー、他のなんかいろいろなちょっとこう言ったらまじない系とかの、えー、呪いじゃないけどなんかそういった何か方法っていうかこっくりさんめいたようなものとかっていういろんなそういった、あのー、占いいととかっていう本とかってめっっっててう本めちゃああたたでししょはありました、ね、そんなのみんなでこうやったりするじゃないですか。 えー、それがはやるとやっぱ分母がどん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 大きくなるんで基本的には何も起こらないんだけど、えー、やっぱり1000あったら1ぐらいはあるかもしれないですよね。多感な時期だからそんなことやってるっていう場が出来上がってるからもうビクビクしながらやってる人とかは何かが起こったらギャーってなるから、えー、<laughs> そんなのはあるでしょうね。 いいかなと思ったりするんですけどそうとは限らないっていうところがこの階段の面白いところで <laughs> あーねあねあ、うん、でもよかった今日告白できて、うん、っもうずっとねもう本当に誰かに話したかったんですけどもうこれを話したら私は呪われて死んでしまうのかと思ってほらそれがまたほら、あのー、呪いの継続っていうか自分に <laughs> まあ、ま、自己暗示的な ものなのか。<laughs> はい。うん、あのマイナシーボっていうかね、プラシーボ的なところで、ノーシーボとかマイナシーボって言われるらしいんですけど。えー、あ、はい、うん。特に何にもないようなことをこう、大丈夫かな、大丈夫かなって。こう不安に。続づてたら、ううね、どん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 体もだ、るくなってくるし、もう何もしたくないってなっちゃうから。ええー。うん、えー<で>。ね、引き寄せですね、結局。負、ね、を自分に取り込んじゃってるような感じになるから。 うん、はい。うん、だからまあ、あ、あ<ー>現実だったのかなーっていうようなものもありつつ、まあ、してるし、で、そこでまあ、はい、安心というか、完全に無防備になってはいけないっていうことですよね。ちょっと何かあるかもしれないなぐら、いは思っておきながら、<あ>何か起こった時にちゃんと対処できるように<あ>、ちょっと思っておいた方がいいかもしれないですけど。あ、はい。うん、いやー。 でもなんか「ありがとうございます」話を聞いてくださっていやいやすごくね <laughs> もうホッとしましたいや怖いよえ怖いですってだって僕はその、はい、僕が一番もうもう今廃墟なくなりましたけど「吐殺」って話を多分聞かれた方もいると思いますけど僕その後1月に行って4月に一泊してるんですけど はい、部屋の右側から、まあ、それ動画見て一泊の動画見てもらえば分かるんですけどバーン,バーンってて音がしてるんですよね何の音か分からないんですよ深夜2時3時ぐらいですよポルターガイスト現象ですねうわまあでも向こうに恒常的なものがあったんでそっちの方から音流れてるのかなと思ったけどこれ深夜にこんな音こんな音してたら苦情来るでしょって思うんですよね、えー、で動画見てもらえば音も鳴ってるんで。 わかると思うんですけど。うわくえこ怖くなかったですか。か怖いす <laughs> ですよ。ですよね。そうですよね。いや。そこで。怖いけど。ね、まあ、これやってるし。何なのかな、わかんないし、わ<え>かんないものにずっと怖くなっててもしょうがないなっていうのとこで。ずっと僕、サザエさんの秘密とファイナルファンタジー、あのアプリでやってましたから。<laughs> そうです サザエさんの秘密は<や>あさすがそう,あそうだそうだ波 <laughs> 平さんのご先祖は磯のもず,、えー、もずく源のスタミナだとかって思いながら <laughs> 全然関係ないことをしながら <laughs> それでこうふんとかって思いながらでもその間にいろんなこう ありましたよこう感情の起伏というか確実にカメラの後ろに誰かいると思うんだけど<ー>全然誰も見えないよなっていうようなこととかあったりとか、はい、あはいはいはい、うん、いやでも素晴らしいですかなたさんは素晴らしくないです素晴らしくはないんだけどもしんかそんな感じをしていた方が不安に押しつぶされなくてまあ、はいえー、少なくともちょっとこれごきに 今までよりもちょっと会談楽しめるようになるかもしれないですね。ああよかったありがとうございます。うもうんなんかはい、はい、あのー、金田さんに今日話ができて本当に感謝してますありがとうございます。<laughs> いやいやとんでもないすありがとうございます。はいはいじゃまたまた、はい、あのはいあのどうぞ暑いのであのお体大事にしてください。大事にします。 <laughs> はい、大事にしてください,します、はい。どうもありがとうございました。はい、失礼します。ありがとうございます。自分が10年ぐらい前に働いた会社で、先輩から聞いた話。はい。なんですか、その先輩もそれを経験者5年ぐらい前だったんで、大体も十五年ぐらい前に。起こったことらしいんですけど。は,は,は,はい。 なんかその先輩は男の人なんですけど、はい、友達4人、男4人で、あのー、ちょっと場所の名前まだ忘れちゃうんけど、はい、ハイトンネルに肝試しに行ったらしいんですよ、たぶんこのちょうどお盆の頃に。はい、そしたら、1人が急に、やめて,やめて帰ろうつって言って、この先行っちゃダメだっていうふうに言うんだけど、はい、男3人は、そんなの全然、何怖がってんだよって言って、はい、無理やり引っ張って、ハイトンネルの方に行っちゃったらしいんですよ。 やっぱ何もなかったななんていハイトンネルを歩いて通り過ぎてじゃあ車に戻ろうかっていうふうに振り返ったら女の人がいてうわーってひび上げてみんな一緒に逃げてって車に乗って帰ったんですけど1人行くなって言った男の子がもう顔真っ白になって様子がおかしかったからとりあえずお前先に送ってくからって言ってその人た連れてってその子の部屋が2階らしくて。 うん、こう、部屋にあげてみんなも顔見知り親も顔見知りだから普通に家に上がって部屋に送ってって「ゆっくり休め」っつって電気を消して家を出たらしいんですよ。でさっきのやつ何だったんだろうなーなんて話をしてたら、うん、なんかあの、街灯がこう消えてつ,あのきんつけて消えてつけて消えてこうピカピカする感じのこう光り方ってあるじゃないですか。はいはい、突然上の方からそれが感じて。うん あれこの辺、街灯あったっけと思って振り返ったら、はい、その男の子の部屋はい、はい、の電気がつ,あのついたり消えたりしてるんですよ。お<ー>うん、しかも、よく見ると、女の人の影がある。わって言ってで、そこで一回話を止められたんですよ、私。はい、えそれでって言ったら、え逃げたって言われて。<laughs> <laughs> いや無理だ、あれは怖いっ,つって言って、うん、でえその後会ってなんともないんですよねって言ったら、いや人伝いに元気だった話は聞いてるんだけど、うん、お互い風邪をひいたり、用事が入ったりとかで、うんあの、3人で会えるんだけど、4人が揃うことは一度もないって言ってて。<ー>で、私、その時先輩には言わなかったんですけど、うんなんか、なんていうんですか、ふと渡さないみたいな感じの。 すごい低い感じの女の人の声を私き聞こえたんですけど、いや、気のせいだと思うことにして、あの、無視をしたんですけど、うんどうううう、いこと話する先輩と話をしてるときに、多分男の子についてるのかなって感じなんですけど、うん、多分先輩も見張られてるのか、あの、なんか、あの子は渡さないよみたいな感じの声が、私には聞こえて、先輩には何も聞こえてない感じがして、ああ、先輩、見張られてんだと思って。いだにっていうこと まあそのその話も10年以上前なんで、その時はは今は分かんないですけど、いやいや,<年>いや、その時その時その時も多分まだ見張られてたんかなみたいな。その時はまだ会えてないって言ってたんで、4人で集まれたことが一度もない、5年間。<ー>っていう話を、この間ふと思い出して。どこのトンネルだろう 栃木なことは覚えてるんですけど、栃木だったら,ーあ,栃木だったらーあそこかな結構有名なところですかだった気がしますね。あじゃあえっ、ー、とあそこかな。県北の方だった気がするんですよね。県北の栃木のハイトンネルだったらあでもあれは茨城か。うん、あ,あ あっこか。えー、っと、あそこだ。あれだ。焼いた焼いたのやつでしたっけたぶ、うん、そう、たぶん焼いても焼い…そっか、でも焼いたか民家の方にいた先の街灯があるとこですよね。えー、うん、ですですです。の、民家のその街灯のこ、その、なんか女の人の影っていうとこって、その民家のあるあたりですか あ、そうですそうですそうですあじゃあまあうん、ありえなくないねい板だったらありえなくないなあそこまでダッシュで逃げたのかな徒歩で行ったのっていうかい板の人じゃす途中まで車で行って降りて歩いてってあそうそうラボホ街なんであそこらへんねラボホガイ違ラボがボンってその入り口あたりっていうかあそこらへんにあって民家がバってあって でも住宅地っていうか畑があったり住宅地がばあって並んでたりだとかっていうのがあるほとんどもうまあ山っちゅうか <laughs>、うん、木,木だらけなんだけどそうかそうかじゃあそれだったら多分そこだろうね街灯もポツンポツンってあるし、うん、<laughs> どっちに行ったかわかんないですよ西の方に行ったか東の方に行ったかわかんないですけど東の方でも西の方でもどっちも民家あるんでただ本当とポツン ぽつんってある、ただ街灯ねないのよあの辺りは <laughs> とりあえずトンネルのところはまあ街灯でまあ真っ暗なんでそっかそっか私<あ>のじゃあそうもともと出身もあの上の方っていうか <あー S 2> 近いんであの話は聞いたことあったんですけどその話聞,く聞いてから近づけなくなりました怖くて <laughs> あーそっかそれ早めに言ってくれたらよかったな俺もう2回ぐらい行ってっからなほんとですか い,ういやもう,こう思い出したら本当にここ1週間ぐらいも行くとなんか思い出してあっお近づいたから思い出すのかなみたいな感じはあったんですけどいやねいたはねちょっとやっぱ違いますね。違いますよね。れねはいたでい、はい、この間<い>確信したんですよ。<お>あ俺ボイスレコーダーダ壊れてる <laughs> この間、のもうご存知かどうかわかんないですけど、俺、八王子トンネルっていうところで、そこもトンネルなんですけど、その目の前で、ちょっと、凸待ちを、ここで配信しながら、向こうでは、あの別件で、iPhone で凸待つっていう、ちょっとなんか、わけのわからん放送やってたんですけど、その時に録音をしてたんですよ。で、ビデオカメラで録音をしてて、それメインじゃないんですよ。それ、サブで録画と、録画はメインなんですけど、サブで録音してたんですよ、ビデオカメラの方で。 で、メインでは、ボイスレコーダーをマイクのところに近づけて、iPhone の。<おー S 1> で <おー S 1> きちんと声が取れるようにしてたんですけど、<おー S 1> 帰ってきたら、ずーっと、プチ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 って、ずーっとノイズ入ってて、<laughs> で、あれって、俺、いや、いやいやいや、またまたとかって、そこで、ちょっと音取ってみて、ああああって言って、取ってみたら、プチプチ言ってたんで、はい、あ、これ壊れてんな、え、これいつ壊れたのかなって思ったのが、はい。あ、あ、時だって思って、 えー、多分ね動画見てもらえればねノイズ入ってんだけど、はい、あこれ、はい、これ同じノイズだって思ったところが焼いたトンネルそこでずっと音取ってたのにその時点からはい、はい、じなんかジーみたいな,なんか変なブチブチ,ブチブチブチみたいな音が入ってるんですよやっぱそこ危険なんだ <laughs> でエンコード動画を作る時に音と画像を合成させてやるんですよクリアな音の方を使うんですけど。はい <laughs> そっちのところには気づかなくて<ー>動画上げてみて検証しようっていう時にあれなんか変な音入ってるって <laughs> 俺なんだろうなーって思って気が付いたらこれ、まあこれあ,これあボイスレコーダー壊れてたんだいつだってなったのがじゃあ焼いたからかなーっていうのをちょっとふとねちょっとこ,こ,こないだっていうかちょっと思ったんですよでその, <laughs> <や>その大前提焼いたちょっと僕、えー、何箇所かある ちょっとあんまり気分は良くない場所というかまあ2回も3回も行きますよそうですね、うん、行きますけどトンネルの中では結構断トツでちょっとなんか僕にはあ合わないかなって思ったトンネルだったんでななるほどなるほほどどもしその話が焼いただったらなんかちょっと合っ、はいうん、あ あ何かあったんかなとか <laughs> ちょっと思いますよね。<laughs> です確かにでも多分焼いたトンネルだったと思いますねうんうん、うん、だったらなんか納得する <laughs> そのあとにこうね行った先の街灯とか民家っていうのもすごい合致するしはははいはいはい、はい、うん雰囲気的にもそうだから先輩その後、うん、あの仕事めちゃったんで先輩とも全然話した ことないんで、はい、どうなったかわかんないんですけど、はい、5年経っても会えてないっていうことは多分今も会えてないのかなと思いながら。かもね10年間であで,でもあなんか会ったらいけないような感じもしてきますよね5年間も会えないってなるとそう,そうなんですよね逃げたら罪悪感もあるだろうしねだからはなもうその時点で3と1っていうのがもう出来上がっちゃってそうですよね。ねでそれが なんかこうめぐってこう3と1にずっと分かれちゃうっていうようなひょっとしたらこの10年の間によし分かったら3人しか会えないからこれ全員で焼いたトンネルに待ち合わせ絶対しようぜっていうようなことを試みてそこできちんと奥まで行って戻ってきて4人で、はいはああよかった何もなかったっていうのでそこで初めて4人で遊べるようになるかもしれないですよね。 ああ確かにそれはあるかもしれないですね。うん、かににで、<laughs> うーんでも誰も会えてないっていうのが怖いんですよね。三、ね、人のうち誰もが会えてないっていう。ね。怖いですね<ー>それが。それ,それを約束しても会えるかどうかもわかんないですからね。そうなんですよね。ああああ焼いたかもしれないですね本当ね。だったらうん、ね、ちょっとあ行くかな焼いた。<laughs> <laughs> <な>でも、だったらまだそのよ男の子についちゃってて、<な>あの、うん、今いないかもしれないですからね、女の人は。ね、ちょっとね、なんかそんなのも。 うーんちょっとなんかこのこんな話を聞いた後に行くっていうのはまたまたなかなかおつなものなんですよねまあ確かにそうですよねああの,あ,の,あ,の、まあ話の場所かなとかって思いながら行くのは <laughs> <ん>これがねちょっと醍醐味なんですよね確かに私いろいろそういうとこいろいろあった人知ってるんでまた何かあれば <laughs> ああいい <laughs>、うん、雪割り橋とかいろいろあるのであ雪割橋ねあれもちょっとまた北の方の橋ですもんね そう,そ,うそうです。そうです。ああそ,そうです。まあ、ヤコブ有名な恥ですけど。そうです。そうです。やあ、や、ちょっと、また、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はいお疲れ様です。はい。<laughs> えっと、じゃ、あちょっと、えっ、ー、と、私がですね。あの、はい、ちょっと、この度、えっ、ー、と、見えるの、まあ、見えるじゃないですけど、聞こえるのかなって思った体験が、ちょっと、いろいろありますので。はい,、はい、い。で、一番最初に、そういうふうな、まあ。 見るあの聞こえるのかなっていうまあ霊感があるのかなっていうふうに感じたことを体験をお話したいと思います。はい、で結構その自学した時期がですね遅くてですね、はいはい、その時期が大学生、うん、でまあえー、っとまあ同級生が結構見えるというか霊感があるやつで,、うん、でそれまではそいつから結構、まあ、親,友親友なんですけどうん、うん、そいつからいろいろこんなことあったあんなことあったって行くのをまあ 面白がりながら聞いてで、えっ、ー、と、ある夏休みですね、大学生の、はい、夏休みで、まあ、そいつうんちが、まあ、時間の近くなので,で、そいつうんちで飲まさせてもらったって言ってたんですよね、怖、はい,こういう話をしながら。で、えっ、ー、と、もう0時回って、まあ、夏休みとはいえど、まあ、明日は平日。うん さすがに親御さんが送ってくよっていうと言ってくださったんですけどさすがにそれは申し訳ないと、うん、平日の深夜なんで歩いて帰りますわっていう話をしながらまあ外でそいつと話してたんですよね。うん、で、まあ、やはりちょっと実家が田舎なもんで夜中になんかカエルの鳴き声がして周りに田園風景があって、まあ、家がポツポツあるような場所だったんですよね。うん でまあでまあ、その日の夜も、あの,のみでまあ怖い話ばっかりをしてたのであの、自分、そいつの家からまあ自分の家までの道のりで、怖い場所をトップ3で上げてみようぜっていうふうな話をお互いしたんですよね。ほうほうであの、じゃあ、お互いあの順番に、えー、とベスト3あー、ごめんなさい、ベスト3ですね、ベスト3、まあ、3番目からじゃあ、怖い話。 場所を行ってこうじゃあ俺から言うねっていう,うに言ったんですよね、うん、でえー、っと一番3番目に怖い場所がですねあのそこの近く国道がまあ通ってまして、はい、国道の近くが怖いというふうに言ったら、うん、そいつがえっ,っていう顔するんですよね、うん、でで,でするとそいつもそこが怖いって思ってたみたいなんですよででそいつがおーおーおーおおちょっとなんか変な雰囲気になれじゃあ でこっちは自分が、じゃあ言うよっていうふうにまあ親友が言うんで,で、親友の行った場所が、あのー、私の実家の団地の入り口だったんですよね。<う>で,でじ、今度は自分がえっ,っていうふうにまあ反応して、まあ、要はおな僕も同じ場所を思ってたんですよね団地の入り口が怖いそうです。<ー>でしかもです、ね、でその団地の入り口って、あの事故で人が死んでる、亡くなってるんですよ。あなるほどね うわっって思って、はいでまあ、こっちの反応を見た親友も、はい、えーっていう反応しだすんですよね、じゃあもう、もう一緒にあの行っちゃおうぜ、最後、一番怖い場所っていうふうに言ったんですよね。で、どこどこっていうふうに行った場所が、その,その親友のうちのすぐ近くにあるため池が、はい、怖いねと。はい で,でそれもぴったしカンカンで当たったんですよね、2人とも。あれーみたいな。<laughs> で、もう結構酔っ払ってたんで、はい、ちょっと行こうぜみたいな、うん、じゃなんか変なテンションになって行こうぜっていう話になって、で歩いて行ける距離だったんですね、10分、15分間ぐらいかな。じゃ、うんちょっとじゃあ、ちょっと歩いて行こうぜっていう話になって、まあはい、そこに歩いて行ったんですよ。はい 心霊の好きな人がその、なんて言うんでしょう、方ってよく知ってるかもしれないんですけど、あの自分に霊感があるかどうか試す方法ってご存知ですいくつかあ,<の>ありますね。あのなんかいい、まあ、本当かどうか、はい、へ部屋の中ですかで、自分もそのなんかちょっと霊感あるんじゃないのかなっていうふうに思っちゃって、それを応用した感じで、はいまあ、よく通る道だったんで。はい あの自分のお家じゃなくて、今、その怖い場所に自分がおることを想像して、見たんですよね。はい、そうすると、ですね道の,あの、えー、っとですねロケーションが、ですねため池に沿うように、まあ、道がずっとこう通ってるんですけど、なんていうんでしょう、ため池のすぐ近くの林から、なんかその、何かがあの出てくるような。うん あの目線が違ったんですよね自分が,が道路に立ってる目線じゃなくて、うん、林から獣のように飛び出してくる目線自分の目線だったんですよね、うん、イメージ出てきたのが、うん、気持ち悪いなって思って、うんでまあ、それを言わずにあのそのまま現地に行ったんですよ、うん、怖い場所に何かあったらあのお互いの肩叩いて、うん、そこ逃げようぜっていう話を <laughs> 事前にしておいて。 で、現地に行って、はい、で遠くから50メーターぐらい離れて、うん、なんかねえか、なんかねえかっていうふうに言って、な、うん、うん、何もないねっていう、まあ、街灯一本しかなくて、結構暗いんですけど、な、はいうん何もねえなって思って、な、うん何もないのかな、さっき気持ちよかったなと思って、うん、もう一回さっきと同じことをやろう,しやろうとしたんですよ。はい、でしたらあの、やろうとした寸前に、あの親友がですね、肩をたたたいて、はい、あ、なんか見たって思って、だーっと30メーターぐらい。 もうダッシュで逃げてはい、はい、でダッシュで逃げた後とお前何見たって言ったら、はい、なんか林からあのそいつ曰く闇より黒いものがスッとの、うん、こう出てきたとうん、うん、でその方向って自分があのさっき想像して見た場所と一緒の場所だったんですよね、はい、要は自分が出てくるその視,線視線ですよね、はい、自分が幽霊顔の視線で見てたで親友はその林を 中からバッとこう出てくるような、うん、まあものを見たと、うんでまあ、自分は見てないんで、マジかって思って、うん、あ俺もうそこの道通らんわっ,つって言って、明るい道を、あの 3, えー、と3番目に怖い国道の道を通って帰ったんですけど、結局、そこしか道がなかったんで、<laughs> で時は過ぎてですね、はい、1>, えと1年後、はい 1> あの、また同じように、その親友の家で飲んでたんですよね。 で去年怖かったよなというふうな話になって、はい、で,でその時ちょっと暑いから外出ようぜと、で外出てたんですよね、はい、でそいつの家の庭で、まああの、僕らがベンチで座ってて、えー、と並んでですねベンチに座ってて、はい、えと自分の、えー、僕から見て親友は左隣な、はい、でその親友の向こうに、K が止まってたんですよね。はい でまあえー、と最近どうよっていう,ふうな話をしながら、うん、まあべちゃべちゃ話して,話してると、ふい、うん、にその親友越しに K, の K, がまあその K が頭をこっち向けて止まってたんですね。はい、で、その K の,そのフロントガラスを通り越して、座席も通り越して、あの後ろのガラスがありますよね。はいはい、バックガラスの向こう側になんかその白いのがすっと動いたような気がしたんですよね。はいはい、あれって思って、ずっと話してたのちょっと。 はのいきなりそのだーって話してたのに、すっと止まって、おお、まあいいや、なんて、まあ、相手が、どうしたん、どうしたん、なんかあったって、いやいや、なんでもないよって言って、そのスッすっと話してたんですよね。はい、で、あの3分ぐらいしたら、うーん、ちょっともう暑いから、あのもう涼しくなったからそ、もう中に入ろうぜっていう,うなんに、いきなりその肩をがって掴んで、<う>その自分を家の中に引きずり込むんですよね、<う>あの友達が。 おなんで、明らかに様子がおかしいんで、あ、こいつなんか見たと思って、う,うーん,ん、じゃあ中入ろうぜって言って、中に入った後、と、お前何見たって言って、<う>言ったら、あのー K、の奥になんか黒いものが見えたと。ほ<う>で、しかも、そいつが言うと、またあのー、闇より黒い、真っ黒いのがすって動いたと。<う>で、見え方も私と全く一緒だったんですよ。あれと思ってう。 マジかっていう話になって、もういいよ、とりあえずまあ、今日お開きにしようぜっていうことに、そこを帰ったんですよね。はあはあ、で、あのおうちに帰ってですね、まあ、母親に、こんなことがあったんだっていう話をしたんですよね。って、うん、言ったら、ああああみたいな、その変な反応するんですよね、母親が。うん、でなんで変な母親が変なその反応したかっていうと、あの一番最初に話した通り、怖い場所を3つあげようぜっていうような場所に行っ,ったんですけど、はいはい その箇所で僕らが知らないだけで、全箇所で人が死んでたんですよ。<ー>はい、国道沿いのところは、田舎道なんてまっすぐなんですけど、はい、急にカーブになるところなんですよね。はい、で、そこでよくあの事故を起こして亡くなる方がいらっしゃると。はい、で、私の団地の入り口のところは、まああの、バイクでまあ亡くなった方が、まあ、つい先にいたと。はい で一番最後の,そのため池の箇所は、あのさっきまあ林の中から出てくるって言ったと思うんですけど、まあ、ため池でおばあさんが亡くなってるんですよ。ではや、それが林の、僕らが黒いものを見たっていう、その林の奥に入り江があるんですよ、はあ、池の。はい、もしかしたらそこでおばあさんが見つかったのかなと思いつつ、はい、まあそれを友達に言ったんですよね。はい、で言って あのちょまあ、しばらくしたと僕もちょっとなんか嫌な感じなんですよね。はい、っていうのがその、K って、K の車、まあ、その1年後に見た黒い影、はい、あの私が見たのはまあ白い影なんですけどね、見え方は違うんですけど、はい、の K ってその、おばあちゃんが背をこう丸めたら、ちょうど頭がその高さに来るんですよ。うん、だから、もしかしてな、その黒い影がおばあちゃんなのかなっていう。 うん、っていう話ですねまあちょっと結構モヤモヤとした話になっちゃいましたけどはぁはぁはぁまあ黒いものもモヤモヤしてるんでしょうけどねモヤモヤってしてるんでしょうけどねはいまあ親友の見方も自分の見方も違うっての面白いんですけどもうそうですねまあ、はい、観測者によってものが変わるっていうのはまあ結構あったりしますしねはい、うん、だからこだからちょっとなんか怖いというか <laughs> あれ見たら「え違うよ」って言われたら <laughs> そういやですよ、ねね、<laughs> 一緒のもん見ててよってならないですか <laughs> いやででもですねあのいろいろ話があってな似たような話もちょっとまたいろいろあるんですけど、はい、まあ,あ,あこのまま続けちゃっていいんですかねいやだめです <laughs> <そ> <laughs> またじゃあ,あのこ,こちらにお邪魔した時にまたあの話させてもらいますちなみに今でもそこ住んでるんですか、はい あ、いえいえ、あのー、私も社会人になって、はいあのー、全然別の場所に住んでるのでそうなんでですね。もなんかこう、リアルですよね、そういったの。うあんまりこうった、まあ、言うたら今はね、失礼スポットうんぬんみたいな,ようなものっていうのはネットで結構調べられたりできるんでしょうけど、はい、あ多分あんま乗載ってないでしょうね、そういったところは。 あそうですねというか僕らが体験する場所って心霊スポットじゃない場所が多くてですね基本でやっぱそういったところがまあ大体なんか妙な噂を立てられてそういう風になってたりだとか人が亡くなっていればそこは心霊スポットですみたいな感じになっちゃったりするから。 じゃあそれもどうなのっていうのもあったりまあ例えばまあね確かにそこで亡くなってるっていうことは事実はあるかもしれないですけどそれがこう地元の人しか知らないししかもあそこには絶対に行くなってめちゃめちゃ大人が言うっていうようなところもあったりねしますからそうですね場所によってはねそれがなんかちょっとこう地元の人に聞いてみてこう やばいよって言われたらちょっと行きたくなっちゃうんですけどそんなところはちょっとね出会いたいなと思いますけどね。<laughs> <ー>私としてはまあ出会いたくはないですね,ね<え>めんどくさいで死ん、ね、でね <laughs> まあまあもうもうめんどくさい <laughs> 状態になっている最中に僕は動画を回したいんでね。 <laughs> <laughs> ぜひ、まあ、今めんどくさいですって連絡してくれたりしたらすごいありがたいですけどね <laughs> <laughs> その時になったらまた連絡をしますそうですね<た>よろしくお願いいたします <laughs> はい,はいわかりましたはいじゃあすいません取り留めの話になりました、えー、がいとうございますはい失礼します